アモリ川のフェスティバルの開催後、皆さんとともに心からお喜び申し上げたいと思います。もう7回、宮内会の松本さんを中心とするメンバーの方々が、せっかくこれだけのふるさとの川の、まあ、リバーフロント事業が進んで、こういう階段状のステージ、そしてこういう背景があるのにもったいないじゃないかということでですね、この取り組みが始まったわけで、もうあっという間に7回の歴史を持ち、そしてまあご案内もいただいたわけでございますが、今回はアモリ川フェスティバルという、まあ、名前に、ちょっと大きく拡大をされたイメージを受けました。そして、ご案内には、薩摩町の方から蛍船が、まあ、来ているということで、私もぜひこれは体験をしてみたいということで、野口橋の第二ステージの方からですね、乗らさせていただきました。NPO 法人の、蛍船の運航をなさっている方々がもう本当に心を尽くして、自分たちで、持ち込んでいただきました船で、丁寧に、それこそ操縦をいただき、市民の方々と一緒に、初めてアモリ川の上に平底の船でございますけれども、下流まで、行きまして、そして人工構築物が全く見えない、川の おそらく腰を下ろしていましたから 4,50 センチぐらいの目線で、両岸に、まあ、茂みがあって、ずっと海の方に向かって、行き着くところに桜島が雄大にこの浮かんでいる様を見て感動をいたしました。そして 水鳥たちが両方の茂みの中にしっかり、暮らしておりですね、演奏をしております。そしてまた川をずっと登ってきたわけでございますが、ここまで参りましたら今度は、まあ、本当に素晴らしい、このような取り組みがなされて、おるわけでございます。まあ、一つ気づかされたことはですね、ふるさとの川アモリ川、これを川からの目線での町づくり、そしてまたこの川を生かした船をうまく深ささえ、克服できる条件が整えば、例えばこの京セラさんが船を例えば5艘、あれ1艘はね100万円ぐらいするそうです、聞いていましたらね、それをまあ確保なさって、それでまあオプションツアーで、ここからまあ出かけるというようなことをしたら素敵じゃないかなとこう思うことでした。そして何よりもこの川沿いのいい場所、そしてまたステージになっている場所を上手に使って、まあ、こういう使い方を一年に一度と言わず、まあ、季節のいい変わり目に、素晴らしい、それなりの企画力のある提案をして、何かこうやったらいいんじゃないかなということも考えました。あの橋の真下は今行ってみましたら鮎の塩焼き、そしてまたかき氷とライオンズクラブの方がチームを作って、まあ、おもてなしをされておりました。川とともに暮らす私たちのふるさとの良さ、そういうものをね、しっかり私たちもまた市の行政、という立場から、頑張ってまいりたいなと。ただ今日この会場に国のお役所の方、県のお役所の方がもう全く個人的な立場で、まあ、リラックスした軽装で、お越しになってもらっております。おそらく私が県や国の立場の役所にいるものであれば、市民の皆さんが、国民の皆さんがこうしてですね、取り組みを喜んでやっておられる、このようなことは本当に拍手喝采だなというふうに思っていらっしゃるんじゃないかなと思ってもいるところでございます。まあ、それではこれからあとフラダンスやら、そして、またヨーロッパの方からお越しになった方々の音楽も聴けるということで、たくさんの市民の方々もこれから時間が経つにつれて増えてくるんじゃないかなと期待もいたしているところでございます。どうぞみんなで楽しみましょう。松本さんをはじめ
それぞれ主催の実行委員会のメンバーに加われた全ての皆さん方に心から御礼を申し上げ、激励の言葉に感謝いたします。また今後とも頑張ってください。ありがとうございました。